皆さんこんにちは。じゃあパーパーってことで、今回はですね、前回エギング日記2人でちょっと挑戦したじゃないですか。え、その打ち上げとして、え、おじいとおばあで打ち上げ兆候をやっていきたいと思います。どうぞ楽しみましょうということです。我々頑張ったんで、まあご褒美の兆候ですよ。本当ですね。もう自由、セーフ、セーフじゃない、自由だって。だからセーフはセーフなの、セーフもう自由ということで、2人でエギングの方をやっていきたいと思います。まあ目標は立てていきましょう。そうですね、ご褒美といえど、僕はね、まあ、秋といえば数釣りなんで、皆さん300前後の5杯ぐらいちゃちゃっと行きたいですね。私は700を目標に、前回の私の600を超えていくと。超えてますので、ふわー超えて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 、今日はですね、ジーソの方へ夕まずめね行きたいと思います。満潮がね6時過ぎぐらいなんで、下げのタイミングでちょうどまずめと重なってフィーバータイムを迎えることになるんじゃないかと期待しております。山内のおばちゃんがね、どうしても大きいのを釣りたいって言うから、秋のね両肩を狙いにね、ジーソへ向かっております。火がねちょっとまだ高いんで、いや、いいタイミングで入ってきたんじゃないの我々。え、動物の足跡じゃないこれ。これベイブー、先行者がいらっしゃいますね。このワン潮目もっくり入っとるやん。まずこれ潮目がね見えるかな、こっち綺麗にずっこり。さあ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 、え、あるんちゃうん。こっちはねもうワンドになってる感じですね。はい、こんな感じね。浅いけどこの潮目はちょっと叩いてみたいよ。はい、1投目はこちらドン、山下のエギオケスケスケキャンディーシャドータイプ、よろしくお願いします。浅いのよこれ、めちゃめちゃね、うん、めちゃめちゃ浅いから飛ばさないといけないよね。今日満潮がね夕方6時過ぎぐらいなんで、今4時過ぎぐらいで満潮前なんで、潮がね高いんですよね。入りたかったポイントはなかなか入れないっていう。みんな大好き村チェのシャロー、これ3号ね、さっき開けたんで。ドシャローね、ほら見て、ほら投げていきますよ。はい、シャロー体ですね。ご老体がシャロー体ですね。ご老体がシャロー体ですね。メインのね、磯の方へ今移動しております。ここなんだよ、ワンダの入り口みたいな地形ですね。ほらいいっしょ、ここでしょ。いいじゃない。どれから行こうか。はい、使用するエギこちらドン、いつものやつ 3.5号、久しぶりに使いますね、いつものやつ。今ね、別のワンドをちょっと調査してきたんだけども、潮が高くて微妙だったんで、早くもメインの方へ移動してきました。まあ、今立ってるとこと見えてるところ、あそこ、うん、あそこもメインで考えてるポイントですね。山ちゃんはこのワンドの中探ってる感じですね。背が入ってるんやろね、ざわざわしてる。潮がここ早いんで考えながらやらんとね。青物なんかねやる人多いところっすね。さあ、いつものやつ、アオリイカを連れてきてくれ、いつものように。ちょっと移動しようかな、まだ明るいうちに移動した方がいい感じはあるね。いや、潮はいい感じなんやけどね。一緒が終わり、歩いてきた。はい、やっていきましょう。エギオ系の 3.5 号シャロータイプですね、スケスケキャンディ。
よし、せい、まだね日があるんでいいよ。おばちゃんも来ましたね。ちょっと背を移動してきましたよ。ボルカノロックの3号ね、そんなに深くないんですけど日が落ちたんで、ちょっとこうやって行きましょう。止め大事ですから、よいしょ。台取った、台取った、あー抜けた、嘘、落ちパクやった、ちょっと緩かったな、うん、舐めとったな。よしよしよし、軍艦グリーンのねシャロー3号ですね、今ね開封したんですよ、持ってきてたんですね。私おばちゃん、軍艦グリーンで行くとばい、これはなんか触ってるような気がするんだけど、おっしゃー釣れたぞ、来た、おっしゃー、ナイス、ゆっくりよ、行く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 、よいしょ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 い、どうサイズは、わかんない、あー一本の、ちょっと待って、緩めて、めっちゃ緩めて、めっちゃ緩めて、これ逃げる逃げる逃げる、これ絶対逃げる、ちょっと待って、ギャフル貼っとってね、よし、緩めとけば全然バレることないけど、絶対、よし、オッケー、はいはい、ナイス、ナイス、とりあえずやった、うん、500は理想、どうし、やったやった、やりましたね、おったね、おりましたね、一発目測ってみる、測ってみましょうか、測、うん、りはある、測ります、はい、ゼロ、はい、どうぞどうぞ、はい、行きます、はい、測ってみましょう、はい、ドン、見ていいよ、はい、おお500いった、500行きましたね、ブヒー、おめでとうございます、あたーす、ナイスファーストフィッシュ、あーよかった、僕2話してるんですよ、取りましたね、あ、抜けた、また抜けた、何しよんねん俺、おいちゃんダメな日かもしらん、助けてもらってよ、もーって、ヒットです、釣れた、イカ、あ、ちっちゃい、ちっちゃい、ドイ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 、ちっちゃいけどおったね、ちょっとちっちゃいからちょっとリリースしましょうか、はいはい、大きくなってね、はいはい、どうも、はい、ポイント移動してきました、堤防ですね、大きい漁港の堤防、外海側に僕投げてます、おばちゃんは湾内の方に投げてるかな、僕が狙ってるところはもう際ですね、瀬際、水深の変化があるところを狙っております、
来ましたよ。おったね。堤防が高いんだよね。よしよしよし、いいじゃないいいじゃない。はい、釣れましたよ。来ましたよ。やっと来た。来ましたね。ゆうまずめもすかしちゃったんでね、もう荷ばらしてるんで、まあよかったですよ。めっちゃいい。エギオのね、これライブ赤下地のやつね。ありがとうございます。おめでとうございます。これおばちゃん、はい、私がいか、お、やっとあげるか。おっと、よかったね。これもスーパー行かんでおかよ。ジョイフルさんには明日行かんでおかです。見つけ、見つけ、よかったね。大根と煮ますね。このサイズはもうちょっと違うもんね。もうほら、どうやろう、ビビしますね。これはよし、ありがとう。はいはいはい、痛い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 、ちゃうやん、ちゃうサイズ。これ12時回っとんねん。1時前。もうあんた700でしょ、目標やったでしょ。そうです。あと200足りないですよ。気合に足りんてなかですか。ちょっと気合ばいれんば、うん、ちょっとどうぞやってやんよ。おはようございます。おはようございます。夜はね、僕 の、のあのイカで最後となりました。あともう休憩してましたね、ほとんど、うん、今は朝の5時半ぐらい。こっから朝まずめしっかり両肩狙っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。意気込みをやってやる。はい、朝まずめ1投目、エギオ系のスケスケキャンディシャロー 3.55。 虫がすごい、うっすらね、もう明るくなってきてますね。いや、先行者がね、いらっしゃいまして、ちょっと入りたかったポイント入れなかったんですけど、昨日ユーマズメに入ったポイントですね。ここ山ちゃんが500を上げたところ、僕が荷ばらしたところ、はい、しっかり探っていきましょう。よいしょ、これラストですね。ワンドアラストにして、外海側の、海遊をちょっと狙っていきたいと思います。ワンドはね、後からでも言うて探れるんで、外海の海遊をね、取りたいよね。キルアップ釣りたい。秋のキルアップはちょっとテンション上がるよね。キャスト位置ね、変更しました。沖向けにキャストですよ。でも大きい霜りがバーって点在してますね、この辺。てか足元とかでも良さげやけどな。あ、いた。はい、来たー。いた。あー、抜けた。最悪。でかかったな。うわー。結構きついんだけどね、ドラグ。乗った？乗った。よっしゃー、まあまあ、来たー。でかい。でかい。でかい。山ちゃん、でかい。来たよ。乗った、乗り直してくれた。うわ、いい感じ。でかいね、いいよ。ゆっくり行くね。
ゆっくり行きましょう。ジャフが見えてるんやろうね。見え、墨で何も見え。もうよかろう、もう泳いだよ。よし、上に先に。よし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 、来たキロあるなしか。ここはキロあるなしやね。これでかいよ、これでかい。でかい。みなちゃん来たよ、来ました。座って先に測ろう。いや一回ねバレたんやけどね、よかった、誘い直したら乗ってくれましたね。よいしょ、なんぼよ。なった、あなたね、見るよ。キロなし。まあまあまあいいでしょう、800いいでしょう。ありがたき、たきってるね。ありがたきなのよ。はい、エギはねダートマスターの 3.55、 いつものやつですよ。やったね、ありがたき。はい、はい、朝まずめ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず朝まずめ終了ということで、ちょっとポイント移動しましょう。はい、トイレの方に。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた、疲れましたね。やりきった。昨日の夕まずめから今朝の9時過ぎぐらいですね。はい、結構やりましたよ昨日。夕まずめの荷晴らし、もうこれはキロを取るしかねえじゃねえかということで、朝まずめ回遊のキロアップをちょっと目指して頑張ったんですが、キロアップはなりませんでしたけど、800はいいじゃないの秋の。まあけど回遊狙った通りだったんで。そうなんですよ。しかも一回バラしたし、乗ってくれたからもう こうだけど、首の皮一枚よ。昨日はでも山ちゃんが夕まずめ決めてくれたんで素晴らしいよ。上等でしたよ。上等上等、マジで上等。エギング日記よりサイズアップしてるし、この間の。そうですよね。うん、で今回はですね、はい、打ち上げ兆候ということで、どうですか、楽しめましたか。そうですね、15時間兆候っていう。もうめっちゃ楽しかったですね。すごいね、俺休憩結構してたんだけどずっと投げるの、ベイブ。まあまあやりきったということで。そうですね、もう兆候も上がりましたんで、はい、高評価されてない方はぜひね、高評価チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。コメントもね添えていただけると。はい、ブーニーと山内のおばちゃんが、ベイブ、あ、ベイブね、ベイブのおばちゃん。ブーニーやろ、俺。ブーニー、ベイブー、ベイブーなんだね。ブーニーベイブー、ブーニーベイブー。いや、ひどいよ、もう疲れてんだからさ、ぶっ壊れてます。よし、最後やけどね、コメントなんかね添えていただけると、ブーニーとベイブーが喜びますんで。喜びますので、今後も頑張るぞと、頑張るぞとなるんで、ベイブーと。ベイブまあベイブーだけど、私にも、うん、オーベイブーよ。コベイブー、いや、コベイブー、ビッグベイブー。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ベイブー。